ハブは円形、または放射状の回転部品における軸付近の部位、または構成部品である。元来は、車輪のスポークを車輪中心で放射状に固定する部品であるが、歯車やプーリー、プロペラなどの機械要素においても広く用いられる。馬車のハブ車輪の中心部にあり、車軸によって直接、あるいは車軸周辺の構造部品を介して回転可能に指示される。 車輪を構成する一部品として、車輪外周のリムを支えるスポークが差し込まれ、スポークからの荷重を受け止める構造が古くから用いられている。自転車やオートバイなどでは、現在もスポークと組み合わされる構造が広く用いられる。自動車などでは、容易に着脱可能なホイールを固定する、独立した部品を指す場合が一般的である。日本語では古式とも呼ばれ、 他のハブと区別するためにホイールハブと呼び分けられる場合もある。オートバイのうちリムをワイヤースポークで支えるスポークホイールや板状のスポークで支えるコムスターホイールを採用する車種ではハブは円筒形状の両端にスポークを固定するフランジを持つ独立した部品として組み込まれる。鋳造や単造で成形されたホイールを採用する車種ではハブはホイールに一体成形されている。 あるいは、型持ち式サスペンションを採用する場合は、ホイールとは別に、サスペンションアームの先端に組み込まれて、ホイールを固定する部品を指す。広く用いられている構造では、ハブの内部には、左右一体のボールベアリングが組み込まれ、ベアリングを介して、アクスルシャフトによって指示される。ハブの外部には、ブレーキ部品や、 駆動伝達部品を固定する締結部が設けられていて、ディスクブレーキを採用する車種では、ブレーキディスクが固定される。ドラムブレーキを採用する車種では、ブレーキドラムがハブと一体成形されている場合が多い。チェーンドライブを採用する車種では、ドリブンスプロケットが固定され、ドリブンスプロケットからハブへのトルク伝達には、ハブダンパーが組み込まれる場合もある。 ABS やトラクションコントロールを装備する車種では、車輪の回転速度を検出するパルスセンサーのセンサーリングが固定される。電動オートバイの打ちインホイールモーターを採用する車種では、ハブはモーターと一体構造となり、ハブモーターとも呼ばれる。かつてはサスペンション機構を後輪ハブに内蔵した車種もあり、この方式のサスペンションは、ハブクッション式サスペンションと呼ばれた。 乗用車の後輪用ハブの例、ハブナックルと組み合わされた状態、自動車などにおいては、ハブはホイールを構成する部品や部位ではなく、車体構造の一部として、ホイールを固定する部品を指す場合が一般的である。ハブは、ハブナックルと呼ばれる、保持部材にベアリングを介して保持される場合のほか、比較的小型で駆動輪に、車軸喧嘩を採用する車種では、 駆動軸の先端に一体成形される場合もある。駆動輪の場合、ハブには駆動軸からトルクが伝達する構造が設けられていて、半不動式車軸の場合はセレーションを採用し、全不動式車軸や4分の3不動式車軸では、駆動軸とボルトで締結する構造を採用するのが一般的である、パートタイム式4輪駆動車では、前輪のハブに 駆動軸とのトルク伝達を断接するクラッチ機構を設ける場合もありフリーホイールハブと呼ばれている。ハブにはホイールの他にディスクブレーキのディスクローターやドラムブレーキのドラムがホイールととも示されて固定されるのが一般的である。また ABS を装備する車種ではパルスセンサーのパルスリングが固定される。ホイールの固定にはハブにハブボルトと呼ばれるスタッドボルトを 圧入固定して、ラグナットと呼ばれるナットでホイールを固定する場合と、ハブにネジ穴を開けて、ラグボルトと呼ばれるボルトでホイールを固定する場合とがある。カセット用フリーハブと、多段フリーホイール用ハブの構造自転車ハブの、構造自転車のハブ自転車ハブは、ダイナモ、ブレーキローター、ブレーキドラムが取り付けられる場合がある。ロードバイク等においては、前輪エンド幅1 0 0、mm、トル 後輪 130mm が現行において使われている。かつては後輪エンド筋 126mm などの規格も存在していた MTB クロスバイクは前輪エンド幅 100mm 後輪 135mm が一般的である。ロードバイク用ハブはリムブレーキの一種であるキャリパーブレーキが主流であるためやスポークのラジアル組などを考慮し、 ディスクブレーキの取り付け穴が付いていない。リアハブのスプロケット装着の形状。スプラインはシマノや SRAM のみならず、カンパニオーロも出回っているため、2種類存在する。MTB 用ハブは近年ディスクブレーキが増えてきたため、ディスクブレーキ取り付け穴が進行方向の左側についている。1992年の MTB レコード発売以降カンパニオーロは、 MTB コンポの生産を中止しているため、リアハブのスプラインは一種類しか存在しない。DH 競技に用いられるハブは、スルーアクスルの軽ミリメートルが、XC やクロスバイク、ロードバイク用よりも大きくなり、それらと互換性がない。歯車やスプロケット、輪軸といった機械要素では、軸を貫通させる穴とその周囲をハブと呼ぶ。樹脂製の歯車などでは、 金属製のハブを別に製作して組み合わせることで、伝達トルクの許容量を増やす手法も取られる。自動車用のトランスミッションのうち、常時噛み合い式マニュアルトランスミッションでは、変速機構の噛み合いクラッチにクラッチハブと呼ばれるハブが用いられる。ハブは外周部にスプラインが切られた円盤状の部品で、トランスミッションの軸と同じ回転速度で回転し、 歯車に隣接して軸に固定、あるいは軸上をスライド可能に保持されている。ハブのスプラインには、円管形状の内側にスプラインが切られたスライディングスリーブが組み合わされ、ハブ上でスライド可能に保持されている。また、歯車の側面には、ハブやスリーブと同じ波数のスプラインが切られており、スリーブがスライドして噛み合うことでハブの回転、すなわち軸の回転を伝達する。 ありがとうございます。